天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。ますみです。あの昨日じゃないや、結構前にますみちゃんのなんか理想のデートみたいなの聞いて、なんかむっちゃ途中で終わった時あったじゃないですか。ああ。すいません、忘れてました。ごめんなさい。え、忘れてていいんですよ別に。いやいや、続きやりますんでねって言って終わっちゃったんですよ。あ、そうだったっけ。だそんなね、リスナーさんとの約束をね、あの破るようなラジオにはしたくない。いや、もうお便りも来てましたから。ほんまですか。続きが気になります言うて。いや、っていうか前は、うん、お弁当を作って、うん、だからここからさらっと終わるでもいいんですけど、うん、ほんま途中やったんで、はいはいはい、でお弁当を作る、うん、ね、働く車シリーズのバランを買うて。ええー、そうですよ。で、普段買わへん、ハム買うてね。うん。で、まあ、ファッションも、季節感も感じさせるだけじゃなくて、はい、うん、車に乗り込んだらミニセクシーを小窓から。そう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 。放出していく。うん、チャック機能があったり、スリットがあったりと。上げ下ろしでね、うん、うまいことやっていくみたいなのをおっしゃってたんですよ。で、そっから、ドライブ、うん、好きなんで、みたいなとこで終わっちゃってたんですよね。うん、まあ、でもドライブに必ず必要なのは、うん、はい、まあ、ピュレ組とか、そういった。え、あれ、必ず必要なん？ピュレ組が必ず？マイポシェットに忍ばしておく、はいはい、まあ、ピュレ組とか、はい、まあ、グミチョコみたいな。ミニ、ちっちゃい。ミニ菓子？そう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 。はいはいはい、はい。ミニ小足を、はいはい。忍ばしておいて、はい、まあ、どっちが運転しててもいいけどさ、はい。まあ、もし男性が運転してくれてるならば、はいはいはい、途中で、グミ食べる？みたいなんで。え、ちょっとくちばし尖らして。グミ食べるって。グミ食べろ。グミ食べるって聞いて。グミ食べる。で、口に触れ合う。ああ、あげる。そうそう、口に触れ込む。あの、この餌やるみたいにね。そうそうそう。はいはいはい、まあ、自分の口に加えて。きつ。何がきついね。信号変わったよね、すぐな。ああ、早いかないかなってなったよね。そう、もう付き合ってるからね。まあ、そうですよね。まあでもこれ付き合ってなくても、そのピュレグミとかはね、はい、ピュレグミって私ね、嫌いな人いてないと思うんだよ。ほんま、うん、男子そんなピュレグミ好きなイメージないけどな。いやー、大丈夫なんですか。ピュレグミ久々やわーで一旦湧くしね。ピュレグミの何味。うーん、まあブドウ。何でもかんでもブドウ。ブドウが一番位が高いお菓子のフルーツの味の中でな。そう、口の中にね、ホールインワンしてね、あげてね、この後恋もホールインワンって感じで。何ですか。皆さん何ですか。はい、その皆さん意見がありそうやったんで、ね、リスナーの皆さん、私は意見ないですよ。引きまくったんちゃう。大丈夫大丈夫大丈夫。そう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 、まあそういったね、お菓子も、あ、その触れ合いお菓子をね。そうそう、あ、ちょっとそれは勉強になりました。そんな発想なかったんだよね、うん、私はまあ 2,3 種類持っていく。え、あのハイレモン、うん、ハイレモンやったかな、ありましたよね、ハイレモンとかヨーグレット、はい、うわ、ちょっとちっちゃい小箱が横一で5個ぐらい、あの、ああ、あったやろ、あのコーヒーマーブルとかな。そうそうそう、マーブルとかアポロとか。私あんな好きや、あれかわいいな、あれを忍ばしてちょ見てみたいな、カラカラカラ、うん、かわいい。どっか行け。かわいい話。で、もちろんあれやで、揺れるピアスでね、男の。それ言うけど、それ。狩猟本能みたいな。狩猟本能もう枯れとるて、あんな、あいつら、ほんま。もう人間だって長いねんからな。長い長い長い、もうシティ暮らしがもう染みついとんねんからな。狩猟本能なんか残ったらへん。狩猟本能をかき立てるために、残ったらへんぞ、固定ピアスよりは、ちょっと、小揺れの。それはやっぱね、意識しますよ。そうですか。うん、そら、うん、分からへん。そのセンサーに反応するか分からへんけど、うん、まあ、マイナスになることはないやん。うん。そういうボケあるもんな。別にここ入れといて、まあ、受けた受け方でいいし、受けたらラッキーや、みたいな。そう。マイナスにはなんないっていう。うん、邪魔にはなんないっていう。はいはいはい、はい。うん、ええやんぐらいで。はい。うん。それで、忍ば、まあ、そのチャンスのこのセンサーをこう貼っとくという。そうそうそう。いろんな種をまいておくというね。そう。いっぱいね、この、なんやろな。マスミのかけらを振りまける、はい、魅力のかけらをね、そう、はいはいはい、で、で、ピュレグミ食べて、それどこ行くっていうだっけ、弁当持ってどっか、もうお花見とかってだっけ、いやもうマジで理想のデートやったんで、うん、何の目的もなかったやん、あ、そうかそうかそうか、うん、だからその先っぽが、先っぽじゃ、あの行き先が、え、行き先のこと先っぽって呼んでんの、行き先っぽがね、行き先っぽが、まあ、ほんまどこでも桜のシーズンやったらお花見でもいいし、はい、はい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 、で、もう別にそういうシートじゃなかったら公園でもいいのに。うんうんうん。何にもない公園で。うんうんうん。レジャーシート。うん。
ビニール袋でもよもうそんな。はいはい、はい、そろそろやそろ、うん、そんな準備しすぎてたらもう怖いわ。そうそう、もう今のところ結構荷物ありましたけどね。ピルグミとか持っていかなかんし。でまあそのもう弁当で盛り上がって、はい、でまあインカメラとかで写真を撮って距離を近づけ、はい、頬にキスを重ねね。はあ、私もった。まあ頬だけじゃなくてもいいんですけどね。はい、そこは任せてね。それはもう、自由にしてください、それは。まあそっから、まあどこ行くでもいいけどな。まあ映画館行って映画見に行くでもいいし。うん、やっぱ初デートの映画で、はい、まあ、こう手をつなぐみたいなことは、しといた方がいいんかなとか思います。うん。しといた方がいいんですか、うん、手続き的に。そうそうそう。段取り。うん。はいはいはい。まあまあそれは その手つなぐって言ってもね、うん、そのタイミングどうするんですか。むずいよ。私映画見てへんって思っちゃうかもしれない。タイミングめっちゃむずい、ま、っていう、うん、ね、大事ですよね。冒頭でちょっと手つなぐみたいなのもあるし、逆にも終わってあ、いろいろボタンねや、うん、うんうん、終わって終わって、そのまあ映画感動系やったとしたら、ちょっとぐすんってなってる時に、うん、手を握られる方もいらっしゃいます。それはどっちから？いや、もうどっちからでもいいです。ああ、そうですか。うん、映画館ってね、そういうね、はい、プチイチャイチャがあるんですよ。ちょっと手の甲を触ったりとか。ああ、そうですか。うん、そのがっつり握るとかじゃなくても。はい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 。そういったチャンスが潜んでる。そう。うん。うん、で、その後、大好きな天王寺見ように行って。結局そこに連れて行かれんの。それで。え？ほんで。天王寺見ように行って。行って。服を見て。うん。で、私、相手の服とかを選ぶの好きやから。はいはいはい。全然、その、まあ、ユニクロとかも行ったり、普通にメンズの服も行ったりで。いろいろ見て。見て。これええんちゃう、うん、あれええんちゃうって言って。うんうんうん。で、またね、そのデートで服見るだけじゃなくって、うん、エスカレーターもね、楽しいんですよ。何が？エスカレーターの何が楽しい？普段、まあ、これはまあカップルによりますけど、はい、まあ、男性の方が背が高いパターンの方が多いやん、うん、普段歩いててね。まあまあね。で、男性の方が基本的に上で、女性が下で、こう上目遣いみたいになるでしょ、基本的には、うん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 、でもね、エスカレーターでこう上下逆転できるタイミングがあるやんか。はあ、真澄さんが上に乗って、はい、で男性下の段に。そう、はい、あのカップルってね、エスカレーターで見つめ合ったりね、うん、ちょっとだけ、あ、見たことあるわ。ちょっとだけね、ホイホイホイってするんですよ。何しようねん。まあ、エスカレーターでパトロールしたのかな。向かい合って。ホイするもんって。ピーエスカレーター楽しいで、結構。そんな、知らんな。そんな話聞いたことない。あんまり歩いててさ、歩いてて、はい、その、プチイチャイチャってあんまできへんわけ。まあ、まあ、移動する。エスカレーターってこう。はい。止まっとかなあかんからな。そう。んで、隣の段に乗ってるわけやから、絶妙なこの接触距離。へぇー。そう。あ、そうですか。それたエスカレーター楽しいよ。初めて聞いた、ええ、初めて聞いたこれ。あ、そうですか。みんな気づいてんのかな、それ。いや、気づいてる人もおればっていう感じかな。じゃ、なしやねっていうやつおるもんな。でもたまにやりすぎたらあかんね、あれ。カップル人見てるからな。うんうん、分からん程度にホイホイホイって。そう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 。プチホイホイね。あ、プチッとホイホイね。うん、はいはい、その後はなん、まああそこ何やったっけ、海遊館の近くのあたりに、はい、海辺に。海辺に、海遊館近くでもいいし、はい、モザイクとか、あの辺の近くでもいいんですけど、車で行って、海風浴びながら、はい、ちょっと喋る、はい、うん、はい、コーヒーを買ってね、うんうん、肩に頭を乗せて、はいはい、頬すり寄せて、はいはい、いや、いやいやなし、いやいやなしに。あ、そうですか。うん、で、はい、寒くなってきたね、で、車に戻る。はいはいはい。で、送ってもらうって。はいはいはい。完璧。なかなかいいでしょ。理想のデート。はい。まあ途中でプリクラとか撮ったり、はい、観覧車乗ったりとかもね。はい、はい、海遊館とかで観覧車ありますから。ありますからね。うん、いや、リアリティ溢れる理想のデートありがとうございました。うん。うん、よかったと思います。だから結構ね、はい、あ、私はあの、車の中で、はい、ね、まあ、ドライブ中、うん、大体ね、運転する人って車の中にサングラス入れてるんですよ。すごい眩しいから。はい。それ相手のサングラスをかけて、はい、あゆとかやったりします。でもオフの時やもんね。そう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 。サンプラスは中野くんじゃなくて、あゆ。あゆ。
走る走るやらしい走る走るいやいやあゆがカバーしてるんやけど二重の勝手ねそう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 あゆごっこをしてみたりああそれは楽しいです、はい、やっぱそういったエンターテインメントも忘れないっていうことですよねそうですよわかりましたじゃあちょっと恋愛ついでにね、はい、ニノさんのお便り読みたいと思いますニノさん職場の飲み会で気になった人がいたけど連絡先が聞けなくて、うん、会社メールで連絡取るのどうですかねと相談ありましたよね、うん、ずっと前に、はい、あれから5ヶ月やっと飲み会のセッティングをしてもらいましたある時お二人が知り合いに4人ぐらいの飲み会を開いてもらうというアドバイスをくださってアドバイス通り今度4人で飲みに行きますいいね時ワクワクですエール&アドバイスくださいえらいいや頑張りこれ時間がかかったといえね、ええ、ちょっと現実的にそういうプランが立っていって、はい、もうここまで形にできたあなたは、うん、きっとねまあそれは分からん告白してね成功するかどうか分からんけど、はい、飲みに行って何やこいつってなることもあるからねそのパターンもあるもんな、うん絶対ねこの行動を起こしてよかったなと思えるそうですねその何もなく、うん、ねな流れてこうあの後悔するよりは、うん、ね現実私もあかんねんえ後悔してばっかりちょっとニノさんのそんなのあなたのなんかインザダークって感じだったんですけど後悔しばっかりです流れていってるんですか私はもう、はい、思うだけで流してしまうパターンめっちゃ多いからああなるほどね、うん、自分に対して、うん、あどうせ無理やから無理やからで自然消滅自分の中での自然消滅を自分で促しちゃうのよ、はい、なるほどね、うん、そう自分で勝手に思いを薄れさすっていうはい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 良くない特技があるんででもニノさん偉いですよね偉い現実味だからそのあんま私ね私が言えることなんか何もないんですけど、うん、あんま力みすぎずに言ってほしい な、うん、そうやないつものメイクで、うん、なんかいつもの雰囲気で言ってほしいなと思いますいやーでもいつものいやいいよ頑張ってはいいつものはどれぐらいの感じなんやろねまあねうんそうやね職場のとは言わないですけど別に友達と遊びに行くぐらいのなんか、うん、まあ力入りすぎるな変になる時あるやんそうやなうん、うん、見たことあんねん変になってる人おやすみグロスだけやっとこチャンネル登録ってした方がいいもんねうん私やったら登録するかな私もすんのよ登録してみたらどうどう